ハロー l o e ン e r y o n ジョージアワカー。さあ、今日も通っていきたいと思いますね。え、この YouTube そろばんチャンネルではですね、皆様のおかげで YouTube 側から、え、広告、CM をつけていただいております。え、若干ではありますけどね。え、たまって金額に関してはですね、え、全国のそろばん座学習をしてる仲間たちにお配りしていきたいと思いますので、え、気になる方は、え、チャンネル登録よろしくお願いします。いろんなイベント、え、やっておりますんで。で、またそういうような考えに賛同していただける方も、もしよろしければ、え、チャンネル登録よろしくお願いします。 さあ、えー、今日はですね、えー、3月、えー、11日金曜日ですね、えー、3.11、えー、東日本大震災、えー、ありましたよね。で、今日のタイトルはですね、3.11、えー、当たり前の日常というテーマでお話ししていきたいと思います。えー、うちの生徒、えー、小学生がメインなんですけどね、だいたいあのー、 低学年ぐらいの子たちに関してはですね、えー、もう当然、その東日本大震災の記憶がですね、えー、ない子たちが、えー、メイン、えー、になってくるんですよね、生徒たちの年齢からすると。ですから、まあ、えー、この日はですね、いろいろと、あのー、 東日本大震災のことを思い出しながらですね、考えながら、えー、テーマでお話していきたいな、毎年っていう感じでやってはいるんですけど、えー、当たり前の日常、えー、今、生徒のみんながですね、あのー、学校に行って、えー、学校行きたくないなとか、えー、給食おいしくないなとか、えー、友達と喧嘩したんだとか、 えー、習い事行きたくないんだ今日はゲームやりたいな友達と遊びたいないろんな、えー、日常、えー、当たり前の日常、えー、何も考えずに、えー、今までの日常がそのまま明日,も明日からも続く、えー、と当然、えー、生徒のみんなは思ってるわけですよねもうそれはもう当然だと思いますあのー、今まで何の変化大きな変化もなくてですね、えー、今まで通りの、えー 土日になれば休みですし、えー、月曜日からまた学校やるなとか、えー、学校行ったら、えー、例えば友達と喧嘩したり友達と楽しく遊んでみたり。 でえー、家に帰ったら習い事、えー、行って、たまには友達と、えー、遊びたいんで、習い事行きたくないなとか、ね、習い事楽しいなとか、いろいろずっと今までやってきたことがあの、今までやってきた日常がですね、明日からも続く、当然これはみんな思ってるわけですよね、当然、ゴリ先生も、えー、それは思ってました、思ってました、えー、東日本大震災を経験するまではですね。で えー、あの地震を機にですね、えー、当たり前の日常っていうのはですね、えー、続く、えー、永遠に続くものではないという、えー、ことを、えー、非常に痛感するわけですよね。えー、あの地震によって、えー、ガラッと生活が変わるわけです。当然仕事の内容もですね、 えー、ガラッと変わりますしね、えー、その時はゴリ先生、具代理店やってたんですけどね、えー、まさに、あのー、仲間で、えー、本当にその日、えー、セブ島に、えー、ダイビングをしに行く約束をして、ですねちょうどあの時間、夕方の便なんで、だいたいあの時間ぐらいに、えー、出て、えー、集合して、えー、成田に向かうという、ちょうどそれぐらいのタイミングで地震あったわけなんですけども。 でそれによって、えー、当然、仕事も、えー、ゼロになるわけです。で、社員もいましたからね、あのー、非常に今まで順調だったものが、えー、全く半年ぐらい売り上げが立たないとかですね、もうガラッと、えー、そんなこと想像つく、想像なんてできないわけですよね。で、えー、生活環境も当然一変するわけなんですけども、あのー、今回、まあ、 このこの日はですね本当にその今まで、えー、遅れているあの生徒のみんなにはもう本当に今まで、えー、些細なことなのかも分かりません友達と喧嘩したりとかですね、えー、その習い事が嫌だとかですねたまには休みたいとか、えー、そういうこの今までもう当たり前当たり前に過ごした 過ごしてきた何の変化もないこの日常にですねぜひぜひ、えー、今日だけでもですね感謝をしてほしい本当にあのー、変化のない日常はどれだけ幸せなことかというのを感謝するとともにですね、えー、明日以降何が起こっても不思議じゃないんだというですねあのー、考えを持ちながらちょっとでも えー、生活してもらうとですね、また何か変わってくるのかなという気がします。えー、子供たちにはですね、なかなか難しい、えー、お話だと思います。えー、非常にですね、最近、あの、うちの生徒からですね、えー、お母さん見てるよとか、えー、家族で見てますなんていう嬉しい、えー、コメントを聞きますんで、ぜひちょっと保護者の方からですね、うまく、ちょっとゴリ先生、うまく説明できなかったですから、ぜひぜひ今日はですね、保護者の方からですね、あの、 えー、お子様にですね、まあ、あのなんとかうまく、えー、この当たり前の日常へこう感謝するというのをですねうまく今日は伝えてもらえればいいのかなというふうに思って、えー、動画にさせていただきましたはい、えー、最後までご覧いただいた方ありがとうございます感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ 概要欄をチェックしてみてください。